昨日シーズン最終戦を終えた立浪監督は中日新聞本社を訪れ、大島オーナーに今シーズンの戦いを報告しました。今年もこのような成績になりましたので、当然すいませんと。ドラゴンズは今シーズン課題の得点力不足が改善されず、総得点は12球団最下位。今日最終戦のスワローズが勝てば、球団史上初めて2年連続最下位となる可能性もあります。立浪監督は契約最終年となる来シーズンでの巻き返しを誓いました。急激に、変わることは難しいかもしれないんですけども、何か違ったドラゴンズをお見せできるように、そこを目指したいなと思っています。